リボンとはマイクロソフトが提唱したアプリケーションソフトウェアの操作コマンドメニューの表示領域におけるグラフィカルユーザーインターフェース方式の一種である。マイクロソフトオフィス2007で初めて搭載された。リボンは従来のメニューバーとツールバーを用いたインターフェースを置き換えるものである。従来のツールバーの4から5行分に相当する高さの中に テキストやアイコンを使用したコマンドが配置され、分類ごとにタブでグループ化されている。タブ上でマウスホイールを回転させることでもタブの切り替えができる。アプリケーションの各作業領域で最も関連性の高いタブが表示される。メニューバーと異なり、アプリケーション開発者はよく使われるコマンドは大きく配置して目立たせることができる一方、 あまり使われないコマンドは小さく配置することができる。デメリットとして、特に旧型の解像度の低いディスプレイでは場所を取ってしまい、作業領域が狭くなる。また、横幅が狭い場合、サブコマンドの表示は省略され、ドロップダウンリストから選択しなければならなくなる。オフィス2007などリボンを採用したほとんどのアプリケーションでは、タブのダブルクリックやショートカットキーによって、 タブのみを常時表示したブをクリックした時にだけボタン類を表示させる設定が可能である。Office 2010では、ウィンドウの右側にリボンの最小化ボタンが用意されている。高さの問題に関しては、リボンの最小化によってある程度解消できる。大きなコマンドが置けるようになったため、視覚的に作業結果を想定できるようなコマンドのセットが新たな UI として追加された。 リアルタイムプレビューギャラリーなどにマウスオーバーさせるだけで結果を表示させる機能。クリックするまでは結果は反映されない。従来の変更内容が意図しないものであった場合、元に戻すコマンドを使い、再度変更箇所を選択するといった手間が省かれることになる。ハードウェアの性能をある程度要求されるため、仕様の有無を設定で変更できるものもある。 リボンには常にクイックアクセスツールバーが表示されている。リボンからコマンドをクイックアクセスツールバーに追加したり、逆にクイックアクセスツールバーからコマンドを削除したりできる。これによってリボンが最小化されている時やコマンドの所属するタブが表示されていない時でもユーザーはよく使うコマンドにアクセスできる。従来のツールバーをキーボードから操作するには キーを何回も押さなければいけないものであったり、時にはその操作自体受け付けていないものもあった。リボンやクイックアクセスツールバーのコマンドはキーボードから操作できる。各操作のキーボードショートカットはほとんど共通しているため、キーボードショートカットを多用するユーザーにとっては大差なく利用できるように設計されている。またアイコンデザインも旧来からあるものはそれほど変更がなく、 左クリックした時の挙動もほぼそのままである。オフィス2003以前に似せたインターフェースを再現するアドインがサードパーティーから提供されている。アプリケーションの操作コマンドの数が年々増大し、従来のインターフェースでは対応できなくなってきた問題を解消するために導入された。1989年に発売されたワード1.0では100のコマンドがあり。 ツールバーの数は2本だった。ワード2003ではおよそ1500のコマンドがあり、ツールバーの数は31本になった。メニューバーツールバーシステムにおいて、それぞれに同じコマンドがあるのは常調であるし、反対にどちらか一方にしかコマンドがないものもあった。したがって、ユーザーが機能を使いこなすには、どこにどんなコマンドがあるのか知っておかなければならなく、なった。またマウスでは、 階層構造のメニューバーの操作が煩雑で、キーボードではツールバー操作はやりにくいものであった。マイクロソフトはユーザーが必要とするコマンドを素早く簡単に見つけることができるようにリボン UI の採用に踏み切ったと説明している。オフィス2007ではリボン内のボタンの配置やアイコンのカスタマイズを XML で定義する必要があった。オフィス2010ではユーザー設定で 視覚的にリボンをカスタマイズできるようになった。デフォルトのタブの内容を変更することはできないが、ユーザー設定の新しいタブを作ったり、デフォルトのタブを非表示にしたり、といった自由度の高い設定ができる。マイクロソフトは開発者向けに API を公開し、サードパーティー製アプリケーションソフトウェアにもリボン UI の組み込みができるようにしている。リボン UI を構築できる。 マイクロソフト純正の API ライブラリーは下記である。ただし、必ずしもリボン UI の採用が適しているとは限らず、マイクロソフトはユーザーエクスペリエンスガイドラインでリボン UI 採用の判断基準を提示している。現に、例えばマイクロソフトビジュアルスタジオでは膨大な数のコマンドがあるにもかかわらず、バージョン2019においても従来のメニューバー、ツールバー方式が維持されている。 かつてはリボン UI をアプリケーションソフトウェアに導入する際に、マイクロソフトによるオフィスフラント UI のライセンス条項に同意することが要求されており、ビジュアルスタジオの MFC プロジェクトウィザードが生成するソースコードにも関連コメントが含まれていたが、このライセンスプログラムはその後廃止されている。Excel2007 横幅解像度はどれくらい必要 サンプルライフハッキング、IT メディアエンタープライズハットオフィス2007の、インターフェースを2003に戻すソフト、バックツー2003ハットバックツー2003フォーオフィス2010、2013、サポート情報、マグノリアハットマイクロソフトオフィスの新しい、ユーザーインターフェースの概要製品、マイクロソフトオフィスオンライン、インターネットアーカイブ、ハットマイクロソフトオフィスのリボンについて、ワード、 インターネットアーカイブ、ハットエクセル2010、リボンをカスタマイズする、ハット w i n d o w s 7について、Windows リボンフレームワーク、インターネットアーカイブ、ハット Windows リボンフレームワーク Win32、アップス、マイクロソフトドックス、ハットリボン、Windows ユーザーエクスペリエンスガイドライン、インターネットアーカイブ、ハットリボンズ Win32 アップス、マイクロソフトドックス、ハットオフィス UI ライセンシング、 インターネットアーカイブ、開発者の疑問、フラント UI あるいはリボンデザインは合法的に使えるのか。ただしマイクロソフトアウトルックの場合、バージョン2007では一部は従来のインターフェースのままで、バージョン2010で完全にリボンが導入された。ありがとうございます。